思えば、そういえば氷川さんというところでは、確か B の16だとか、あそこにあったかと思うんですけれども、理工さんが確か OEM で、マイツールを載せたんですね。本当に初期の頃のパソコンを私も思い出すことができました。で、そうでかいやつ。あの頃は本当に1台100万以上ですよね。そういったその日本の草分けのそういったお仕事をされて、それで秋田電子さんについてというその経歴にもかかわらず、今そういうスローライフという部分で電子さんに乗ってられる、すごいと思います。それと、先日実はあの Google さんの見学に行ってきました。で、六本木ヒルズの中でですね、最先端のテクノロジーを皆さん若い人たちがやってるわけですけれども、10年以上の勤続者なんていうのはほとんどいない。そしてあの廊下ですれ違ってもですね、一言も挨拶をするような人がいなかった。我々ゲストなのにも関わらないんですよ。で、本当にそれが世界の最先端の企業なのか、まあ、お国柄によって違いますけれども、そういう意味では我々この倫理法人会っていうのは本当にその日本人として誇りを持てるような、こういうこの年になってもたくさん勉強できるというのが本当にありがたいな。そして先生のお年になってもこれからもそういうその自分の人生に目標を見つけてですね、きちんとああやって資料を残して世の中のお役に立っていく、僕はそれはすごいなと思います。その記録を残していくんだっていうその姿勢、これ自分の足跡、命の証を残していく、伝えていく、これはもう全く倫理の考え方そのものでございます。もうぜひ先生、我々の仲間になっていただきたい。そして、ハゼ先生が、禁煙と、サイクリングを、これからまで進めていましても、はい、ぜひ、大堀さんというバイクのクラブを作った方がいらっしゃいますけど、はい、我々は先生と2人と3人でですね、自転車クラブを、はい、もしよかったら立ち上げてですね、ママチャリでもいいよと、非常に安価にね、はい、それこそ、誰でもが、乗れるわけですから、まさか、うちの、会長もですね、県の会長も自転車で来れるわけですね。そうすると、例えばママチャリに乗ってですよ、まさかこうやって、こうやったら来れませんから、ぜひ先生、よろしくお願いいたします。本当に今日はどうもありがとうございました。